七国山は東京都町田市山崎町にある標高128.5メートルの山である。鎌倉時代頃に鎌倉と上州方面を結んだ鎌倉街道上道の古道跡が現在も残っており、近隣の本町田や小のろは古くから宿場として栄えたとされる。昔は頂上付近から相模、甲伊豆、駿河、品野、上野、 ゲアの七つの国を見ることができたため、そのように呼ばれた。七国山の頂上付近東京都町田市のちょうど中央付近に位置している。付近は玉丘陵の南西園で起伏が非常に激しく、北、東、南の三方は深い宿となる。そのうち東側の宿には、薬師公園が広がり、南側の宿は山崎町、野津田町、 本町伝との境となり、御田川上流湛の今、伊川源流域となる。この付近は、かつての町田町、田田尾村、鶴川村の村境でもあった。七国山の山頂付近は、雑木林と畑を中心とした里山だが、主に東側と南側の斜面には、頂上近くまで住宅地が広がる。西側の斜面は、山の中原にある、 山崎公園まで雑木林が続くほか、町田ダリア園が接する。北側には、七国山緑地と、椎茸などを栽培している、試みの園があり、さらに北東側には自由民権の森公園などの、里山が続く。七国山の頂上付近では、白樫の林、八区とタラの木の林、植林された杉が多少あり、その周りの高い場所では小奈良、クヌギ。 エゴの木が大部分を占め、低い場所では張り切り、山つつじ、ガマズミ、ヒサカキ、白樫などが見られる。山崎町との津田町にまたがる七国山の周辺は、東京都により、七国山緑地保全地域に指定され、またその付近は、東京都により長州保護区に指定されている。さらに七国山の周辺と薬七公園の西の緑地は、東京都により、 七国山風地地区に指定されている。七国山、鎌倉街道の石碑前述の通り、かつて鎌倉から町田、府中、所沢、高崎を越え新州、上州方面を結んでいた鎌倉街道上道の古道が現在も残されている。その当時に掘られたという井戸も残り、七国山、鎌倉街道の碑を設置して記念している。この古道は浅い割り堀になっており、 昔ながらの未放送の道が雑木林を南北方向に抜けている。ありがとうございます。